さあ今日は憲法記念日ということで、はい、改めて、まあ、憲法そして改憲について焦点を当てていきましょう。さあまずは田中さん、はい、テーマの発表お願いします。まあ、憲法改正あるいは賛成だ反対だっていう進学論争になってるんだけど、うん、そもそもそれは憲法を変えることが目的なのか、ね、それは良い世の中にするための手段なのかと、ええ、だからそこがないと思考停止してる人が多い多いって言ってる人たちがいるけど、じゃあ自分にもブーメランで戻ってきちゃ う、はいはい、ということですね、はい、今日は憲法記念日です。これを前に最高裁判所の寺田逸郎長官が昨日記者会見を開き、憲法改正は国民的な議論をもとに社会全体で決めることだと語りました。また安全保障関連法については私の立場からはコメントを差し控えたいと具体的な言及を避けました。一方ハンセン病患者の裁判がかつて隔離された特別法廷で行われていた問題については改めて謝罪しました。さあ、まあ、憲法は、まあ、私たちが本来作るべきものということで、うん、僕らが傍観してたら何も変わらないわけですからね、うん、まあ、その憲法は国民を規定するのではなくて、うん、その国民の側が国家を規定するんだということはよく言われてるんですが、うん、そうですね、まあ、先ほど その調査でも、まあ、改憲不要が 55% だと、うん、これは実はあの共同通信の、はい、調査なんですね。安倍政権下で憲法改正は実現するか。で、まあ、まず安倍内閣支持率というのは、まあ、ほぼ横ばい状態であります、はい、でこの時に、まあ、共同通信が調べたのはアベノミクスで貧富の格差が広がっていますかっていう質問に対してはそう思うという人が 57% という話、うん、じゃあさてその、まあ憲法に関して、まあ、こういう質問をしたんですね。共同通信は安倍政権下で憲法改正に賛成ですか。あ、なるほど。そうすると安倍政権下での憲法改正には反対という人が 56% なんですね。でじゃあその、まあ、今言われているのはその憲法改正に積極的な政党は、まあ、自由民主党公明党あと大阪維新の会だというふうにマスメディアはもう、まあ、半ば決めつけて書いてる、ええええ、でこれが各その支持層、まあ、無党派の人が多いんですけど世論調査で、そうするとまあ公明党の支持層では安倍政権下での憲法改正にはまあ 60% 近い人が反対だと。あら、からまあ大阪維新の会、これは実は大阪維新の会が出している、意外に思われるかもしれないけどちょっとこれまた後で説明しますが、はい、維新の会の支持層でも 55% そうなんですね。でまあ唯一その、まあ、その社民党共産党民進党も同様 で、うん、で自民党支持層だけが 58%、うん、これやはり同じ与党といっても公明と自民とではやはりスタンスは大きく変わってくるわけですね。で実はですね、昨日ですね、昨日あの、はい、二階俊博総務会長、はい、まあこれまあ、彼は、まあ、ある意味では自民党の中の、まあ、リベラル派と言われて、そうですね、ある種、まあ、安倍政権に対して、まあ、一定のこう、うん、で昨日記者団にですね、その緊急事態条項、これを震災があったからといって憲法に新設するのは飛躍しすぎではないかと発言をした。それと、まあ、安倍さんは日本テレビの番組の単独インタビューで今回は憲法改正が争点だと言ってるけれども、現実に国民は慎重に考えてると、その与党がシャニムに旗を振る姿勢を示したら逆に選挙は勝てないという発言を昨日してるんです、うん、つまりどういう意味ですか。いやつまりね、緊急事態条項もあるいは憲法9条も自民党は党是であると言ってそれを入れるんだと言って、まあ、2012年の、まあ、その憲法が素晴らしい改正案なのか出来損ないなのかいろんな議論あるけども、うんうんうん、そこに書いてある内容に関して自民党の総務会長がそんなことを争点にしちゃいかんと、緊急事態条項を入れてはいかんって言ってるわけ、うんね、でだから本来自民党の中にもいろんな意見がある、ね、当時はね谷垣総裁の頃に自民党憲法だから自民党はいろんな人の切磋琢磨があってたんだけれども、それがそうでなくなってきてるのかなと。なるほどね、で先ほどその大阪維新の会が 55% 反対、うん、で大阪維新の会と今現存する政党では自由民主党と大阪維新の会の2つだけが憲法改正案っていうのを具体的に出してるんです、うん、じゃあその大阪維新の僕も知らなかったの、うん、で驚いたんだけど大阪維新の会が出してる憲法改正案、うん、つまりみんな憲法改正イコール9条だって思ってるでしょ、はいはい、大阪維新の会はホームページにもどこにもこの3つだけなの、うん、つまり幼児期から大学までの教育完全無償化、フランスみたいなこと言ってるんですよ、うんうん、で統治機構改革、まあ、これはあのその基礎自治体とも間に
たくさん作んないで同州制にしましょうと。で3番目は憲法裁判所っていうのは国会の議論とは別の場できちんと作るべきだと。必要なんじゃないですか、この3つとか書いてあって、でよく見たのたら、なんと投稿料にもその下の8つの基本方針にも緊急事態条項も憲法9条も何も書いてない、だからそこは争点じゃ、我々はそれは提示してないって言ってるんですよ。そうすると先ほど来安倍さんが言ってるように、その我々与党だけでは参議院では3分の2取れないので、まあその我々と同じ憲法改正の志のある人たちを広く束ねてって日テレの番組で言ってるんだけど、ちょっと違いますよね。実は違った。だからそういう意味で言うと報道もきちんとこういう二階さんの意見があったりこうだっていう具合で、まあ実はこれそうそうそう、昨日いっぱいフリップ11枚もお使いになられたんで、ちょっとフリップを自主規制しようと思って、先週のなんと週刊リテラシーで使ったフリップをもう一度ちょっと、これはですね、今の金城天皇がですね、去年の戦没者追悼式ではこういうことをおっしゃってるわけですよね。でここにその今後戦争の惨禍が再び繰り返されることを切に願いという言葉も入れた、あるいは先の大戦に対する深い反省とともにと。で、まあ、30を迎えられたのがちょうど2年半前、その時にどう言ってるかというと、日本っていうのを主語にしてるんです、戦後連合国軍の占領下にあった日本は平和と民主主義を守るべき大切なものとして日本国憲法を作り、さまざまな改革を行って今日の日本を築きましたと。だからそうするとその自民党の今度の改憲案というものはそのなんていうのか、主権在民ではない部分があったりする。でもその同じ人間天皇である一人の人間国民である方が主語を日本にしてるというところ、ちょっと噛み締めたいですよね。この辺もやっぱり日本のメディアはきちんと淡々と報ずるべきなのになぜか報じられていないという。ありがとうございました、はい。